はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は NL 中地区のシンシナティレッズに関する話をしていこうかなと思います。2019年のオフに大型補強に乗り出して一気に勝負をかけてきたレッズ、昨年は久々にプレーオフにも進出し、エースのバウアーが抜けた穴は決して小さくはないですが、多くのメンバーが昨年に引き続き残っていますので、今年もプレーオフを目指して勝負期のシーズンとなっています。現地時間4月が終わった時点で12勝13敗と、途中で8連敗してしまったので負け越してはいますが、混戦の中地区にあって現在地区3位とそんなに悪くはないポジションにつけています。レッズの本拠地は打者に非常に有利な球場なのですが、近年は逆に投手育成がハマっていまして、現在ドジャースのバウアーはレッズでサイヤング賞右腕になりましたし、ヤンキースで苦しんでいたソニー・グレイはレッズに来てから復活、ルイス・カスティーヨ、タイラー・マーリー、TJ ・アントーンなど若手のいいピッチャーもかなり充実している印象もある球団ですね。4月はちょっと投手陣が不安定で、チーム防御率も 4.78 と MLB 全体でも下から数えた方が早いぐらいの状態でしたが、力のあるグループだとは思いますので、いずれ調子は上げてくるでしょう。そんなレッズですが、現在投手陣の中にはかつて MLB の中でも有数の有望株として期待されながらも、なかなか才能が開花しなかった選手たち3人がキャリアの立て直しに向けて奮闘しています。今回はそんな元超有望株にスポットを当てる動画にしたいなと思っています。はい、まず1人目はジェフ・ホフマン。ホフマンは2014年ドラフトでブルージェイズから全体9位指名を受けてプロ入りを果たした右のピッチャーです。ドラフトされてから1年後の夏にトロイ・トロビツキーらが絡む大型トレードでロッキーズへ移籍し、 MLB デビューもロッキーズで飾っています。先日両球団にとってあまりうまくいかなかったトレードをご紹介した中で、このトレードについても触れましたが、ロッキーズ側の見返りの中心的な存在がこのホフマンでした。エースポテンシャルを持つ選手として期待され、2017年開幕前のベースボールアメリカのプロスペクトランキングにおいても球界全体で36位という評価を受けるほどでしたが、実際にはホフマンはとにかく打たれまくってしまって、エース以前の問題のまま時間だけが過ぎてしまいました。ロッキーズ時代の5年間の防御率は 6.40、 本拠地の標高の高さも彼に味方しなかった部分もあるでしょうが、獲得当時のチームの期待の高さを考えると、残念ながら期待を裏切る5年間となってしまったと思います。ロッキーズではもうどうにもならないと判断されたのか、昨年のオフにこちらもまた元トッププロスペクトながら伸び悩んでいたロバート・スティーブンソンとのトレードで今季からレッズに加入しています。しかしレッズに来てからのホフマン、投球にやや改善の兆しが見られます。もともと開幕はロングリリーフに回ると考えられていましたが、ただスプリングトレーニング中にローテーションの候補だったマイケル・ロレンゼンが離脱し、開幕ローテに入るチャンスが巡ってきました。すると開幕からのホフマン5試合24回3分の1で防御率 3.33 とまずまずのピッチングをここまで見せています。先発にしてはちょっとイニングが少なめの感は否めませんが、それでも代役としてはここまで十分役割を果たしているのではないでしょうか。ロッキーズ時代は9イニングあたりのホームラン数が 1.8 本とかなりホームランが多く、彼の防御率に深刻な打撃を与えていましたが、こちらも今季はここまで 1.1 本とかなり減らしてきましたので、これが失点を防ぐという観点においてはかなり効いているのかもしれませんね。また今季のホフマン、変わったポイントとして、昨年全く使わなかったスライダーを再び使うようになりまして、使用割合も 16.8% と変化球の中でも最も高くなっています。空振りを奪うのにも使えているようですので、もしかしたらチームの方から配球等に関してアドバイスがあったのかもしれません。ロレンゼンの復帰やまたアントーンが先発に回るとなれば、ホフマンはローテから弾き出されてしまう可能性が高いんですけれども、それまでの間先発でどれだけ粘ることができるか、もともとエースレベルへの成長を期待されていた選手ですので、新天地での初めての年をキャリアで最高の1年とできるといいですね。続いて2人目はカーソン・フルマー。こちらの写真からも分かる通り、彼は名門バンダービルト大学出身の選手で、2015年ドラフトでホワイトソックスから全体8位指名を受けてプロ入りしています。バンダービルト大学はこの年フルマー以外に2人、計3人のドラ1を輩出していまして、1人が全体1位指名を受けたダンズビー・スワンソン、そしてもう1人が全体24位でドジャースのウォーカー・ビューラー。要するにフルマーはビューラーよりも先に指名を受けているという、今だったら信じられないことになるわけですが、大学時代ではビューラーを上回る成績を残し、速球とカーブの評価が特に高く、早い段階での MLB 昇格に期待ができ、かつ最低でも MLB でエリートクローザーになれるとまで期待されていたようですので、ホワイトソックスがこの順位で指名したのもそこまでおかしくはないのでしょう。実際フルマンは2016年開幕前の時点の MLB.com のプロスペクトランキングで球界全体で38位とかなり高い位置におり、またドラフトからわずか13ヶ月後の2016年7月13日に MLB デビューも飾っています。
ここまでのフルマーのキャリアは良かったんですけれども、MLB に上がってからの彼は全く成績面で振るわず、成績もご覧の通りですが、お世辞にもいいと言えるような成績は残していないですよね。また次第にマイナーでも打ち込まれるケースが目立ってきてしまいまして、ここにはコントロールの悪さですとか、球速の低下ですとか、まあいろいろな要素が絡んでいるものと思われますが、ホワイトソックスもいくらトップ10指名の選手といえど、ついに痺れを切らしてしまって、昨年の開幕直後に彼をウェーバーにかけ、その後はタイガース、オリオールズ、今季はスプリングトレーニングが始まった時点でパイレーツとチームを転々としている状況でした。そしてスプリングトレーニング中にパイレーツがフルマーをウェーバーにかけ、流れ着いた先が今の列でして、そのまま開幕ロースター入りを果たしています。あまり緊迫した場面に投入されることは多くはなく、13試合で防御率も 4.20 とものすごく目立つほどではないですが、4月30日のカブス戦で1回2失点する前は防御率 3.21 とまずまずでしたので、そもそもなかなか失点を防ぐことから苦労していたことを考えますと、この1ヶ月の内容は彼にとっても大きな一歩と言えるのかなと思っています。今季のフルマーはカーブをかなり使うようになりまして、使用割合 18.3% はキャリアで最も高くなっています。キャリアの序盤は速球とカッターのコンビネーションで攻めていましたが、プロ入り時に評価も高かったカーブに原点回帰したような形でしょうか。また彼を苦しめたコントロールの悪さについても、今季は四死球のペースがこれまでで最も少なく、9イニングあたりで 3.6 個と、まあ、一般的な水準と比べたらまだ高めではあるんですが、こちらも改善が見られます。強い打球を抑える力に関しては今のところ MLB でも平均以下ということで、今後また昔のように失点がかさんでしまう可能性は否定できませんが、それでもこのようになかなか開花できなかった才能が少しだけ目が咲きつつあるといいますか、そういったものが見えると嬉しくなりますね。そして最後3人目はホセ・デレオン。ここまで出てきたホフマン、フルマンはいずれもドラフト上位指名を受けてきた選手たちですが、このデレオンは少々毛色が異なりまして、ドラフトは2013年24巡目とかなり遅めです。ただプロ入りしてから評価をぐんぐん上げまして、2015年にはシングル A アドバンストおよびダブル A の2階層で計23試合で防御率 2.99、2016年の開幕前時点のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでは球界全体で23位とかなり高い順位にランクインしているほどでした。デレオンは2016年のオフにローガン・フォーサイスと1対1のトレードでレイズへ移籍し、トッププロスペクトという期待に見合う選手へのステップアップに期待がかかりましたが、2017年シーズンは怪我に苦しみ、マイナーと MLB で計11試合の登板にとどまると、2018年はトミジョン手術で全休。復帰した2019年の内容自体はそこまで悪いものではありませんでしたが、プロスペクトとしての評価も落ちてしまい、また42枠の柔軟性を確保しておきたいレイズは金銭トレードという形で彼をレッズへ放出しました。なのでデレオンは今季がレッズでのプレーが2年目となります。昨年は5試合の登板のみだったデレオンですが、今季はすでに昨年を上回る8試合に登板し、うち2試合は先発となっています。ただ投球内容がかなりアンバランスで、先発での2試合では9回3分の1で18奪三振と三振の山を築いた一方で8失点、その後ブルペンに回ってからも失点はなかなか減らず、現状16回3分の2で自責点14、防御率は 7.56 となっています。リリーフでも三振の多さは相変わらずで、シーズントータルでの奪三振率も 17.3 と優秀すぎるぐらいなのですが、とにかく失点をしてしまうので、なかなか使いどころには困る感じがしますね。デレオンは決め球の一つにスライダーがあり、三振を奪う球種としても機能しているんですが、ただこのボールを右打者相手にしかほとんど使わず、結果左打者に使える球種が速球とチェンジアップしかないという状況に陥っています。そのせいか、とにかく左打者をここまでのデレオンは抑えることができず、被打率2割9分、被出塁率4割3分6厘、被長打率6割4分5厘と、OPS にしますと驚異の10割8分1厘。三振を奪う力は球界でも屈指のものを持っていると言えますし、実際成績がその証明となっていますが、さすがに防御率7点台ではどうにもならないので、どうにか対左のダメージをもう少し抑え込む方法、抑え込むための球種を編み出すことができれば一気に化ける可能性も秘めてそうですが、コンテンダーのレッズにそれを待つ時間は果たしてあるのでしょうか。ということで今回はレッズでプレーする元超有望株3人のご紹介でした。なかなかかつての期待通りの姿に今からなるのは難しいでしょうが、レッズのデレック・ジョンソン投手コーチのもと、この3人の選手はこの1年間どのような年にすることができるのでしょうかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。